2015年にヒットした商品ベスト30が発表され、売れ行き、新規性、影響力の総合評価が最も高かった北陸新幹線が1位に選ばれました。ヒット商品ベスト30は日経トレンディが毎年発表しているもので、今日今年のランキングが発表されました。まだ見ぬ日本の美に人々が酔いしれた北陸新幹線、1位に輝いたのは、今年3月の開業以来半年間で482万人が乗車した北陸新幹線。それまで首都圏の人々にとって時間的に遠かった北陸がぐっと近くなり、関西と関東からの客の割合が逆転しました。その他、訪日外国人の急増で総額3兆円に上るとも言われるインバウンド消費や、女性を中心にヒットしたココナッツオイル、具材を挟むだけのおにぎらずなどがランクインしました。